次回の開催もたくさんのご来場ご観戦お待ちしております。16頭ゲートに揃いました。スタートしました。好スタートを切った2番のジェロニモ、追ってくるのは7番のウッドランズ。2頭が出てまいりました。3番手には12番のサワセンフロント、外から15番のエルグランエーブ、それから16番のドラゴンカントリー行きました。後位の後ろ8番のトルナベント、内から1番のスプリングアースで1コーナーのカーブです。少しずつ展開縦に広がってきました。1、2コーナー中間を過ぎていきます。先頭は2番のジェロニモ、1馬身差7番ウッドランズ、これに迫った15番のエルグランエーブ、3頭広がっていきました。4番手3馬身後ろ16番ドラゴンカントリー、前を追っていきます。その後ろ12番サーセンフロント、並んできた1番のスプリングアースと8番のトルナベント、2馬身離れて11番ケイズイーグル、内を通る6番のモンサンディーン、その後ろに9番のドリームフォーです。先頭までは7、8馬身ぐらいの位置、13番リブフォーエバー、それから4番のサプールコンゴ、離れまして10番のロイド、その後ろからは14番のウィンプライズ、内から追い上げる5番のマッハワン、しんがりは3番タンサンドールです。縦長い展開で3コーナーから4コーナー、前は2番ジェロニモ、7番のウッドランズ、2頭が後ろを離しました。エルグランゲーブは3番手集団に交代、内から1番のスプリングアース、さらには16番ドラゴンカントリー、4コーナーカーブから直線、中から8番トルナメント、9番ドリームフォーマーを追ってくる。前の争いから今度は7番ウッドランズ先頭に変わって200を切りました。懸命に食い下がる2番のジェロにも並んで迫ってくる。ドリームフォートルナメント、前との差を詰めてきて残り100メートル、一気に9番ドリームフォーが突き抜けて先頭に変わった。外から追い込んでくるのが14番ウィンプライズ、2番手争い接戦で氷、9番のドリームフォー、人気に応えて鮮やか抜け出しました。2番手争いは14番ウィンプライズ、さらには足を伸ばした4番のサプールコンゴ、8番トルナベント、7番のウッドランズ、最後は4頭広がって2番手3番手の争いです。